シギタンから尊いありがとうございます。ありがとうございます。髪切ったね。遅い、もう遅い、もう遅い、もうアウトです。こんばんは。髪切りましたよ。結構切ったよ。これくらい切りました。なのに気づいてくれる人いなかったもん。今日お話し会あったんですけどね、意外と気づいてもらえなかった。下ろしたのにあえて。限定、限、限、あ、あ、ちゃ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 、限定お話し会ありがとうございました。こんばんは、こんばんは、こんばんは。おじゃー、みんな今日はオンラインお話し会でした。ただいま家に帰りました。終わった後スタッフさんと話をして、来月の2週間目か3週間目の土曜か日曜かって感じです。今のところはちょっとまだちょっといろいろわからなくてできなくて、ふう、それか。いや、やっぱ2週間目か3週間目がいいです。こんばんは、こんばんは。そう、もう次回の相談してたから遅くなりました。うん、とスタジオね。でもね、結局ね、平日でしか来られない方もいらっしゃるので、今月もね、平日会でも先月は平日のお電話会だけやったんですよ。で、今月はどうしよう、お話し会もやりしてほしい、平日の夜、平日の夜のお話し会。うん、短い、例えば30分間10枚だけとか。お話し会してほしい。うん、平日めっちゃ噛んでる。お話し会の方、お電話会、平日夜お話し会ありです。お、本当、あらまあ、あらまあ、飲み会は、飲み会は、あの、あずき飲み会、いつかオフ会はやりたいけど、今のところはちょっとまだ。平日のいつかによります。あ、そっか、平日規模を、平日規模、確かに平日規模の方たまにうん、いるんですよ。逆に土日できないっていうね。もう、え、じゃあ無責任発言していい？無責任発言って言うと無責任すぎない？24、29、24、29は24、29。わあ、29は私の誕生日だ。うわう、わう、先すぎてわからんねえ。なるほどね。本当はに、もう先じゃないけど、確かに先だよね。ああ、なるほど。平日はお仕事は抜けて、こっそり電話パターン、いや、あの、夜、平日なら夜よ。平日の午後3時とかやらないよ。
だって、あ、今お仕事中ですって言ったら逆に申し訳ない気持ちになっちゃうから、こっちは。あ、でも今日もいたよお仕事の合間、っていうのはあったんですけど、平日なら20時とか、20時から30分間とか、20時30分間とかはできそう。なんかね、土日もね、でもね、なんかちょっと今、まあ、なんだろう、スタジオはね、本当は21時までなのね。だから今お話し会20時半まで設定してたんじゃん、今月も先月も。平日でも20時仕事場にいることあるからね。うわー、23時とかになっちゃう。でもそうだったらみんなリラックスしたいじゃない、お電話会、お話し会じゃなくてお電話会は21時くらいなら嬉しいけど遅くなっちゃうものね。ねえ、アイテム投げていいのそんなに投げて、ちょいならちょっとまだちょっと貯金、まず貯金ちょっと頑張ってほしい。ちょっとね、8月実は4回会えるの、どうしても来てほしいワイマツさんからタコありがとうございます。タコタコお休み23時も良かったんです。前回は23時、でも23時ちょっと遅いっていう方もいるから、22時とかお休み。皆さん何時くらい寝ます？私はもうファンクラブでバレバレ、自分の生活リズム生活リズムバレバレ。8月の詳細早く知りたい。まあもうちょっと、もうちょっとで、もうちょっとでも気になる方、どうしても今予定、もうどうしてもの方、ワンワンで、ね、ちょっとね、ネタバレします。時間ネタバレちょっとします。時間と場所ちょっとネタバレ、ちょい。8月4回会えるんですよ。基本起きてるからな、遅くは何時でも笑あ、私と同じやん。23時ちょうどいい。あ、そっか。え、でも23時なら、なんか20時ならお話し会は全然大丈夫ですけど、23時でもお話し会、お電話会、どっちがいい？おー、行けるなら飛行機取らないといけない。そうか、北海道飛行機だもんね。そうだよね。あそちょっとで、あとちょっとで近々言います。あとちょっとで6月の内容あったよ。あ、もう実際もう発表された。でも舞台期間中だからバタバタすぎて宣伝してなかったら、ちょっと宣伝するタイミングなくなりました。あ、でも6月22日島内、島内某所見てなもう実際もう情報解禁してるのね。実は言うタイミングなくなっただけ、申し訳ない。
れか、今リツイートしよっか。どうしよう、リツイートするわ。リツイート、ちょっと待ってね。リツイートした。しごてき、しごはや。みんな私のツイッター見て、 X 見て。リポストリツイートじゃない、リポストきた。そう、何があるかに。そうだね、ごめんね。あのファッションしてるの、マジにね、本当にもうファッションが好きだから。でも本当にすごかった、あのすごかったよって感じ、って感じだった、いろんな意味で。イベント参加するのどうすればいいの。ああ、どうすればいいの。確かに、どうすればいい。イベント詳細は発売日までに発表いたします。発売方法、イベント詳細は発売日までに発表いたします。だって、だからもうちょっと待っていつかはモデル兼デザイナーとして、まあいつかね。それは、あー、22日は福岡に行ってるのよな。そっかー、8月絶対来て、8月は絶対に来て、8月は絶対に来て、本当に。あ、そうだね、イベントっていうか、イベント終わったしもするかな、どうだろう。トークショー、サイン会を、トークショーとサイン会やるんですよ。うん、多分6人一緒にやるんじゃない？多分、おそらく。8月ね、8月の4、10、11。ちょっと待ってね。4、10、11、24。絶対に来て、にゃん、絶対に来て、おにゃん、行きたい。うん、そうなの。しかもちょっとね、東京だけじゃないから、直近頑張って東京だけじゃないのよ。ちょっとまだ詳細ちょっと詳しく言えないけど、お久しぶりだわん確かにちょっと久しぶりだねちょっと確かにそういえば、うん、確かに久しぶりです東京だけじゃないだと。そうです。うわー、いろんなところ行ってる、みんな。あ、でもそもそも自分ショールームそんなに知ってないか、最近。時間知りたい。もうちょっと待って。あ、そっか、だから時間知りたいか。そうだね、そうだよね、そうだよね、絶対。もう いつまで知りたい。だからが、なるほど、日程じゃなくて時間、なるほど。8月前半お仕事めっちゃ忙しい。なるはや23時半まで知りたい。おにゃー、
間ぐらい待っていただいても大丈夫ですか？大丈夫はないですか？もう1週間くらい。いいよ、本当？こんなにすぐにいいよ。え、本当にいいの？さあ、困ったまじゃね。それはちょっと困ります。それはちょっと困りますね。いや、もう美術強くて好き。いや、全然そんなことない、本当に。うん、1週間はもう間に合わなくなっちゃう？1週間はダメ？ちょっとね、うーん、2週間くらい待っててほしいな。大丈夫ないと言っても変わらないじゃん。うん、そうだね、そうそうだね、そうだね、そうだね。意地悪って言ってないじゃないこと分かってるから。あ、いや、ちょっと小豆を困らせるお知らせやね。私半年以上頑張った。なんか今日もこの話しててさ、今日この話しててさ、小豆の話しててさ、あの、近々お知らせがありますって言って半年間頑張ったって言ったんだけど、よくよく考えたら半年以上頑張ったの、こっちも。うん、半年以上長かった。え、待って、なんかもう気持ちはね、まあまあ最近の話じゃ最近の話だけど、半年以上経ったの。わお。でもね、って考えたら卒業決めたのもその時期だったから、もう半年以上経ったかって感じです、気持ちは。半年もか、そうなの。もうその日はマチャリに会う日って一日空けてる。ありがとう。だからね、8月以降の予定をあえて今のところ作ってない。まあ実際ね、なんかお話いただいたらね、でも自分のイベントを考えていない今のところ。うん、8月本当に来てほしいから。まあ実際お話いただいたら秋頃ね、わからないけど、なんか お話いただいたらね、全然いろいろ頑張りたいんですけど、あの、あえて自らはない。会えるイベントとか直接ね、もちろんお話し会とか、私もあつきと話をしたいから、それはオンラインは別だけど、それくらい8月来てほしいからというのを伝えたいけど、内容はまだ内容と詳細はまだ、うん、って感じです。みんなメモして会いに来て、お話し会せっかく電話くれたのに出れなくてすいません。私今日お話し会ね、2人だけ出てもらえなかった。うーん、2人だけ。いや、でも鳴ってて、でも出れなかったって感じ。鳴ってたよね。私もし鳴ってたら、私超しつこく
10回くらい電話したもし鳴ってたらごめんね出れない状態かごめんなさい、しつこすぎて。二人はね、こんばんは、こんばんは。おにゃん、おにゃん、おにゃん。バスツアーかな。バスツアー私やったことないけど、なんかないからそのイメージないけど、えバスに乗って、はい今どこどこ行きますよ、はい皆さん、えバスツアーって何やるの。カラコつけてます、目がキラキラ。えつけてない。あ確かに目がキラキラしてる、キラキラしてる。つけてないよ。マジネが運転する。正気？なんかね、わからないけど、なんかね、本当はね、DNA って多分母親 50%、父親 50% かな、わかんない。実際生物のその人間のその DNA 何割なんかわかんないけど、私の場合 80% 母親からなの。って考えたら私やっぱり運転しない方がいい。ちょっと怖い、ちょっとどころか。マジャリンになら命預けていいよ。いやいやいや、そんな責任取れんよ、こっちは。そんな、もそもそも免許持ってないよ私は。正気？ママの方が強い。そうママの方が強いよ。初見です。おお初見さんありがとうございます。マチャリンです。読み方難しいけどマチャリンです。重たい、うん、ちょっと重いよね。ちょっとそんな、ちょっと重い。ちょっとところが免許持ってない人に、いやちょっとそもそも違法ですし、ちょっと、法令順読めない法令順安心してください。でもバスツアーなんかね、前からコメントたまにあったので、いつかやってみたい気持ちはあるよ。いつかなんか楽しそう、シンプルに楽しそう。でも実際具体的に何するの？シェフ、料理作るのか、ちょっとまだイメージない。バーベキューとか、ああ。ああ。ぼっちあずきでも楽しめますかね。あずき友達作ろうよひどごとみたい。あずき友達なんかね、こっちのファンクラブのあれゆるいのよ。その制限特になくて、その例えばグループの制限は一人だけしか映るれない。まあ、もちろん、まあ、お話し会だから、まあ、みんな一人一人ね
チケットゲットしてほしいっていうのもあるんですけど、でも私的にはみんな一緒にわちゃわちゃしてる、私個人的にはね全然大丈夫だけど、今日はなんかね、あずきが今ご飯中って言って、今ご飯食べてる、誰と、映っていいの、あ、ちょ、確かにグループはダメかって思って、私の知ってる人って聞いたら、パッて見たら全然知ってる人全然あずき同士が普通にご飯してた、普通にめっちゃもう、しかもそもそも自分もすごかった、誰とか聞いててそもそも自分の知らない人の確率には絶対高いのに誰って聞いたら全然知ってる人だったあずき同士が普通に当たり前のようにご飯してた、ってなって、今いるのかな、いない2人ともいないかも、どうだろう、いるのかな、まあでも自分のね好きな、なんか一人の方が楽と思ってる人もいるし、あの好きなように、いやでも今の話はね、そのバスツアー やる前提で話してるんですけど、あのちょっと違うんですけど、あのちょっと違うんですけどでもいつかやりたいな、いつかは、バスツアー、いや、まず今言ったスケジュールを押さえてほしい、まずそれだけかな。お、待って、誰さんですか、 AKB48050522さんです、ありがとうございます、くまちゃんいただきました、ありがとうございます、いやーこにゃーくまちゃん一緒に楽しいことしたいな、おーバスツアーか、ガチの無責任発言するよ、ガチの無責任発言すると、本当に無責任発言するけど、今の聞き忘れてね、あ、待って、パンダ丸さんからくまちゃんありがとうございます、見てネイルかわいいいや、ガチの無責任発言するけど、本当にバスツアーやりたいなら、相談を聞いてくれると思います、がまず8月ね、まず8月の4、10、11、24、終わってから考えます、むしろガチでない無責任発言とは、確かに土星論で私は何も言い返せません。相談できるスタッフさんいるのね、バスツアーやりたいって言ったら、でもまず8月のみんな本当に聞いてほしい、詳細待ってますね、あとちょっと確かに私の目キラキラしてるのね、なんでキラキラしてる、エフェクト、私エフェクト押したのかな、どうだろう、ちょっと待って、
あ、本当だ。あ、押してる。押したかも。瞳キラキラ。え、いや、そのまま、そのまましよっか。すごいキラキラしてるね。さっそう、そういえば私コメント見てたから自分の目見てないのね。じゃあ抑えてるけど移動手段とか必要から早く知りたい。新幹線、新幹線。あ、もうちょっとね、もうちょっとね、もうちょっと待って。マチャリンと一緒に行く横浜中華街でマチャリンのダメ出し聞くツアー。いや、ダメ出しなくないんですか。え、ない、え、な、ないよ、ダメ出し。そんな、そんな、まあタピオカならあるけど、タピオカに厳しいのね。こんなの小籠包じゃない。え、待って、これ私初期のことが話してた話や。8年前くらい言ってた話じゃん。なんか今でも最近はない。そういえば、そういえば最近ない。けど8年前、たまにそのお弁当の中に小籠包1個ポンで、そういう小籠包、大体本当に小籠包じゃない、もう全然美味しくない。なんか小籠包おかずだと思って、なんかお弁当の中になんかその茎茎ってるじゃないですか、その空間、なんか一個小籠包一個でも硬いし、あの皮ものもそのそのままの、あれなん、まあそういう、まあ8年前戸惑ってたんですけど、確かに最近見ないよね。確かに、そう、そういえばなんかあの最近見たことなくて、餃子定食をダメ出してたの。そう、餃子定食、チャーハン、餃子、ラーメン、餃子は餃子、ラーメンはラーメン、チャーハンはチャーハンなのに、なんか小籠包は出来立てじゃないとそもそも厳しい。そう、なんだあれは小籠包の形してる、知らないものでした。なんか皮の中にお肉、うん、なんかちょっと餃子カレー、餃子カレー、こっちはってことは北海道ってこと？餃子カレー、餃子カレー。の上に餃子？待って、なんかね、
班の写真が出てきたんですけど、最初の一瞬ピロシキって思ったピロシキの写真だと思った一瞬。餃子カレーってどんだろうな、カツカツカレーのカツが、カツカレーじゃないカツカレーのカツが餃子、うんって感じ。ほらこのツアー楽しそうでしょいやーちょっと、外見じゃわからないよねピロシキ。そう、外見は本当に揚げパンだった。揚げパンじゃなくてピロシキ。アフタートークでずっとカオルさんさしたよね、プシプシエピソードで、エピソード言って、はーちゃんと仲良かったね。あ、あとでちょっとはーちゃんの話するね。本当のセリフね、さやかこの前のピロ、あ、揚げパン作ってよ、揚げパンじゃなくてピロシキというセリフだったんですけど、ねさやかこの間のピロシキ作ってよ、揚げパンね、あ、この間の揚げパン作ってよ、揚げパンじゃなくてピロシキ。もう本当にどう、もう全然なんかどう、なんかそのとんでもない会話になっちゃったのね。バーダリだからまだ本番でもないし、バーダリだけど揚げパンね、揚げパン作ってよピロシキ。本当にもうさやか二重人格かなって思いつつ、もうここはもう最初から突っ込まない方が良かったのに、あのその後の会話はもうとんなんか直したごめんなさい、もうとんでもない会話になっちゃったのね。言わせておいて突っ込むそうなの、本当になんか自分でなんか違うなって思った。はい、何でしたっけ。あ、そう、はーちゃんもね、はーちゃんでも先月もあの稽古前一緒にご飯したの、一回ご飯して、うん、ご飯して色んなこと聞いて、なんかね、でももともとはもともと3月1回会う予定だったんですよ。でも会いたいと思った時に、その時めっちゃパタパタしてて落ち着いて会おうと思った時に、向こうはもうあとちょっとでコンサートだったから、あ、今連絡するタイミングじゃないな、コンサート終わってから連絡しようってなって、でコンサートでめっちゃすごい発表あってびっくりして、イエー、もともとは本当にコンサート終わってから連絡しようと思ったから、めっちゃ今話題の人と連絡したなって思ってコンサート終わって連絡して、めっちゃ話題の人だった、うん、で先月会って、マレーシア行くの、次会う時にハージャン好き食べ物をたくさん食べさせて、そう、なんかねこの間舞台見に来てくれて、もうあとちょっとね、あとちょっとで日本にもうから飛び立つから、食べたいものなんでもいいやで叙々苑でもいいよ、あのね、皆さんのおかげですけど、本当に皆さんのおかげですけど、前ショール半年前1年前これかな1年半年前これ何の企画だったのか、なんか山の日が肉の日がなんかみたいな、で高級焼肉の2人分チケットもらったのね、
まあ叙々苑ですけど叙々苑ですけど、あ、お料理選抜、待って、あれお料理選抜の時だ、うわ、お料理選抜でもう1年半前やもらったのは多分1年前だけど、そうなの、あれまだ使ってないの。もともと1回ひいわたと一緒に行きたかったのね。結局お互いお腹そんなに空いてなくて行ってなかったの。それ多分去年ひいわたの誕生日前後の話か。あれから1回も使ってなくて、普段叙々苑行かないよ、うん、ね、だから私は叙々苑のチケット持ってるから叙々苑でもいい、ええやで。あ、有効期限ない、叙々苑があのこの世の中に存在してる限り使おう、うん、まあ、それは小豆の皆さんのおかげですけど皆さんのおかげですけど、あの皆さんのおかげでかっこつけて送るよって言ってる自分でも別にあの向こうは本当に何でもいい、本当にもう、うちの母ちゃんもね、そっか、もうでもね、母ちゃんの話聞いてもうすっごい、あ、この子の考え方めっちゃいいなって思って、その通りと思ったし、なんかねちゃんと分かってる、だから応援したい、もうなんだろう、はぁって気持ちいいクロスのハーちゃん楽屋で言ったので、え、この後クロスのハーちゃん見に来るよってとか、もう一人と会ったのね、さとみな行ったので、あの時なんかあの関係者挨拶できるのよ、今回できたのね。で関係者挨拶、なんかその噂によると、え、そこにさとみないるよって言われて、でパッて行ったら目の前にいたのは、その前上ステ半年前上ステの師匠、シャーリー師匠の方があの楽屋にいて、でやっぱこの業界ね、あの狭いの、やっぱりなんかね思ったのね、あの実際わかんないけど、私の世界まだ狭かったかもしれないんですけど、基本ジョーステかアサルトリリが出てた方2回くらい出てたら、だいたい舞台の役者さん、舞台女優さんと知り合いか、知り合いの知り合いか、知り合いの知り合いの知り合いか、知り合いの知り合いの知り合いの知り合いかで、多分4人くらいでつながるのね、みんな、はあ、で一応自分情勢に書いてたから、なんか意外と知ってる人なんか関係者なんかそのね普通にいるのね、なんか普通にいたら、あー知ってる、あでもあの来るって知ってた、さきぽんが言ってくれたから、世界狭いというか業界狭いというか、うん、そう、私アサルトリリー出てないけどでもやっぱりね出てる人もいたから、今回の座組だから結局、うん、楽屋で話してて、あ、誰だの話してるな、へえみたいな感じ、全然、うん、なんかね、うん、アサルトはでもあの出たことないけど3回見た、うん、でマジャリンが卒業してから AKB 情報で、え、そう、言ってない、え、そうだね、うん、そう、ももちゃんも来たと知ってたけど面会とか多分来てなかった、とわづかいの演出家と同じかった、だった、そう、アサルトリリー人も多かったから、ちょっと自分もちゃんとはね、なんか、まあ、学校のあのシリーズがすごかった、
の話じゃなくて、だから最初さとみなの存在気づいてなくて、普通にね知り合いと話をしてたら、そういえばさとみないたっておーって、でさきぽんはさきぽんに招待してもらったけど、チェキ会あったから待ってたのね。でカオルさんと私とさとみな3人で話してたので、なんかわからないけど、あれから1週間くらい経ったかな、多分。なんかわからないけど、あれからずっと嬉しかった。なんか久しぶりに会ったのもそうだし、なんか喋ってて、なんか別にグループの時にめちゃめちゃ喋るね、一緒にお仕事そんなに多くはなかったの。もちろんあったけど、そんなに多くないけど、なぜかこのその嬉しかったなんかこの子なら大丈夫、なんか誰目線なの私この子なら大丈夫。なぜかというと、この子は生命力がバカ強いからもうあと2ヶ月かな、いつ卒業するだっけ、あと1ヶ月半2ヶ月くらいかな。でもこうはまだちょっと決まってないものもあるけど、なんか決まってないのって結構なんか不安定の状況じゃない？わかんないけど、でもあの子はまあとりあえずって感じだったけど、普通は怖いと思うけど、なぜかさとみなは大丈夫な気がする、生命力強いからって思って、あれからずっと嬉しかったな。なんか話を5分間が10分間くらい喋っててめっちゃ嬉しかったなって、なんかね、な誰目線だろう自分、なんかわかんないけど、なんか嬉しかった、シンプルに。昔の同級生、昔の後輩同級生ではないけど後輩とは、なんかね、生命力、そうなの、なんか考え方もああすごいなって思ったし、もうなんかそのみんな鬼メンタルだし、なんか自分の意思を持ってる、なんかね、わかんないけど周りに、わかんない、自分の意思持ってない人が意外といる、そういえば自分の意思こんな言い方ちょっとなんか よくない言い方わかんないけど、柔らかい、で柔らかいって言ったらなんかね、柔らかくない人がの方がなんか悪口みたいになっちゃう、違うなんて言うんだろう、自分の意志が強い、のは頑固だったり付き合い悪いみたいな解釈もされることも多いけど、だから自分のことやんでも結局この業界生き残れるのはほとんどの人が意志が強い人だと思う、結局柔軟に動けるってこと、うん、いやーなんかね、曲げないところ
あるから、うん、だからすっごいなんか寝前そんなにね、めちゃめちゃ喋ってたわけじゃないけど、なんか今回会ってあれからずっと嬉しかったんだよね、ずっと。もう1週間くらい経ってしまう、あの時の会話を思い出したら、うん、なんか嬉しい。好きな人が好きって言えればいいってイメージあります？詳しくないからわからない、わかんないけど、シンがしっかり知ってるってこと、うんうん、そう。さとみなともご飯行こう、行きたいな、行きたい。でももともとそんな距離感、そんな距離感じゃないけど、なんか喋ってて嬉しかった。はーちゃんはチーム同じ時期あったのね、チーム4もっとだし、結構喋る、僕隊とかも一緒だし。あ、ね、はーちゃんの、もう一個なんかね、はーちゃんと前ご飯した時になんかね一瞬オカリナの話したのね。なんかそのはーちゃんって後輩たちとご飯とかするって話をして、でもはーちゃんの後輩結局ドラさん、なんか17期以降はまだ若いじゃん、ドラさんだけか、誰と仲いい、なキョン、結局キョンみんなで、オカリナ、あ、でもこの前なんか誰かの公演でオカリナと一緒に会ったんですよって、誰かの公演で、あ、私の公演でしたあ、そうでしたオカリナ来てくれたの、うん、私の卒業公演ね誰かの公演でオカリナと会った、私のすいません、こっちでした。あ、そうでした、そう、誰かの、その誰か目の前にいるの、そう、一瞬行ったの。でも忙しくて、多分最初からいなくて、途中が最後がいた、来てくれた。はーちゃん、はーちゃんらしい、めっちゃ可愛いよねこの会話。誰かの公演私の公演うん。私の可愛い誰かの、まあ、卒業公演だから自分の公演で行ってもいいよね、うん、私のバチェリンっていろいろな人から忘れられてる気がする。いやー、悲しい悲しい、存在感そんなに薄いもう本当に、もう今月は絶対はーちゃんともう一回ご飯する、じゃなかったらね、次いつ会えるんだろうね。なんかね、会えなくなっちゃうって考えたら、なんかもっとなんか早く誘いたい気持ちがね、なんか東京にいるなら、あ、じゃあまた来月か、あ、また再来月かみたいになっちゃうかもしれない。今月は絶対一回行く、絶対一回ご飯行く、それは、ね、あ、コミンちゃんに同じチームで忘れ、それひどかった、ほんとコミンちゃん、あれひどかったね、チーム A になったばっかりの頃で、あのお料理選抜かな、一緒に配信してて、でコンスタートの前だから武道館が前だからリハーサルしてて、まあリハーサルとリハーサルの間ね、一緒に配信して2人で携帯に配信して、自分のルームでね、で次チーム A リハーサルです、チーム A の曲だから、チーム A さあリハーサルですって言われて、コミちゃんがマチはちょっと配信してってパッて出てて、ちょっと待って、私もチーム A、ちょっと待って
ゃんの配信もするし私の配信もする、どうしようどうしようどうしようって、コミちゃん、うわー待って、もう本当に本当に本当にもう忘れられてて、まさにチーム4のイメージが強いから、いやこれから同じチームや、コミちゃんは人の名前結構忘れちゃう人だし、そうそうなの、本当に本当に人の名前覚えてないよね、そうそうなのそうなの、よかった、私は覚えられてる方で、名前まで本当にびっくりするくらい人の名前を覚えてない、暴露かわいすぎ、いや焦ってたの、私も地名なのに今繋いでてねって言われて、違う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 、助けてどうすればいい、携帯にない、今切ってもいいのか切っちゃいけないのかわからない状態だったから焦ってた、本当にめっちゃ焦ってた似た者同士、いやいや違う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 、忘れてないよ、今の話は母ちゃんが忘れたの、私じゃない私じゃない、あ似た者同士、や役名の話、役名はね本当に今回の舞台ね私だけじゃないのよ、本当にみんなね本当に分かんなくなっちゃう、ほらはい、どっちがどっち、セリフは覚えてるけど役名は覚えてない、どっちが裏派どっちが愛喋っててセリフは覚えてるけど、セリフの順番は覚えてるけど、だとどっちがどっちがここの順番通り、セリフ通りじゃなくてここの順番通りでいいよって毎回は考えちゃう、本当に琥珀とウラハが一番難しい、でも一回本当にもうバーバーお稽古の時も一回ウラハ企業はってセリフだったのに、ウラハ琥珀はって言おうとしてた、本当にギリギリまでなんか脳は琥珀って言ってたけど口がね、ありがたいことに自分ありがたいことに自分に感謝してるけど練習してたからウラハ企業はって言ってたけど、もう怖くてもう本当にその場で怖くわって言ったら後ろほんまやんもう本当に怖い、セリフね、ジョーステとかイリスの役目をより覚えた、確かにこの間ねサキポンの話をしてて、全然二人ともその役目思い出せないのは星王女王のマリアンさんの役目、本当に、そもそもちゃんと覚えたことないかもしれない、私調べよう携帯開いたらカレーパンの写真出てきた、ピロシキ、何でしたっけ、ギブール難しい、ギブールというギブール、あまり聞き慣れてない名前だ、
難しい。そう、ギブールじゃなくて、なんでこんな話した。あ、そう、琥珀、確かにね。って考えたら琥珀ウラハアイまだ覚えやすい。でもね、琥珀もね、一回ウラハとヤー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 ってやった時に、なんか私は聞いてなかったけど、分かんなかったけど、ウラハが本当はセリフが、でも琥珀がウラハはなんちゃらかんちゃら一瞬こウラハって言った、今凝っていたよね、今凝ってんだ、琥珀は自分だよだからこの本当にマザーシェルフのチームはみんななんかね、セリフじゃなくて名前覚えられない問題、自分の名前もちゃんと覚えてない。私もね、一回なんか自分なんかさやかって言おうとしてた、なんか本当にずっと怖かった、名前間違えたら怖い。ということを結構ありましたね。いや、役名ね、今回の役名なぜか琥珀ウラハ、この二人がね、この、うん、怖かった、うん、いう、うん、本当に出番前、自分出番前ちゃんと琥珀と確認して、毎回ウラハ今日はウラハ今日は、もう本当にその一瞬で、もうこの一言だけなのに、ウラハ聞きは、ウラハ聞きは、はい、ウラハ聞きは、はい、行きます、はい、ウラハ聞きは出てる毎回。でもね、向こう側のウラハも、はい、状況はみたいなセリフだったんだけど、だって一回サヤカって言ったもん、サヤリンに、本名がサヤカだから、サヤリンも最初、うん、なんちゃらかんちゃらかんちゃらって言いながら、今さやかで読んだよね最初何の違和感もなくセリフ喋ってたけど、喋ってたけど途中から、え、今さやかで言ったのよ私のこと、え、ん、んってなってた。役名にマジャリンがあったらいいのに。そう、それもお稽古場で言ったのね、さやりの本名がさやかだから、さやかさやかかぶってて、さやりも今までかぶったことないって言ってて、自分の名前と役名、私はそうだよね、自分もいつか出る舞台とか出る作品にマチャリンという名前の役あるのかなって言ったら、セアリンがふんみたいな感じで、え、待って今鼻で笑ったよね、ちょっと私の方が先輩なのに私が先輩なのにすごいふんみたいな顔してたよねあんたと思って、いや、役名がマチャリンの作品あるわけねえだろうってみたいな顔してた、ふんみたいな、今先輩のことバカにしてたよねてめえもう役名がマチャリンっていう作品あるのかな今後。ないかもしれないね、うん、まあ当て書きしかない、マチャリ、マチャリ、マチャリ、いや、お疲れ様です口悪いね、なんかこうね、こっちの方は先輩なのにちょっとえディスってたよね今もうなんかね、なんかなんだろう、なんかチームが2回も一緒だったから、何年間だろう一緒にいたち、2018年、5年間くらい同じチームだったのに、なんかこの1ヶ月の方がもうなんか濃く感じる、人数少ないからかな。なんかね、マザーシェルフ5人いるのね、5人中4人がもっと AKB なの
で、なんかあ、4人がもっと AKB かと思って思ってたら、なんかお稽古中ね、帰郷のシーンがあって、マザーシェルフはみんなここで待機してて、帰郷だけそこに出てたのね。5、4人、帰郷1人。え、さっきポンそこにいるけど、ここ4人行って、え、 AKB から 5人だっけ、え、4人じゃなかった、私含め4人の気がするけど、ここ4人プラス1人、5人だったっけ、5人か、え、と思ったら1人が全然声優さんだったもうなんかね、仲良くなってたら、もうなんだろう、なんか知り合った年数じゃなくて、その場のなんだろう、もう仲良くなったから、その確かにそのこの間知り合ったばっかりの人なのに、そんな気がしなかったから、え、5人だっけ、5人だったのか、うーって感じだったうわー、大変だったけど楽しかった、うん、大変だったけど、大変だった、大変だったな。うん、これからはちょっと自分のペースでやりたいことを探しつつ、やりたい、探すっていうか、もう結構いろいろできたんで、とやっぱりね、自分の時間もちょっと欲しいので、また一旦お休みします。いろんなこと頑張ってみます。はい、もうお風呂に入ります、寝ます、今あ、12時、私明日何時起き、ちょっと一回スケジュール見るね。明日の日曜日だろう、これはこの時間にここに行くってことは、明日12日、12、ああ、ってことは、アラーム設定してランキング読みます。まあ、早くはないけど、早くはないけれど、お、この時間家を出るってことは、この時間起きる。あら。そろそろ寝ないの、まだお風呂入ってないのに、あ、あ、今日お話し会ありがとうございました、こちらこそありがとう、ありがとう、ありがとう、もにゃん、プリン食べないとプリン食べないとねではランキング読みます。13位からいきます。13位は、タッカーさんです。12位はフォユーさんです。11位はつばさなんちゃらさんです。10位はおくちさんです。9位はスティグマさんです。スティグマさんです。8位は LSF さんです。7位はヤピーさんです。6位はワイマツさんです。ありがとうございます。5位は AKB48-0522 さんです。ありがとうございます。4位はシギタンです。配信ありがとう。マチャリの配信見て元気出ました。よかった。
3位はパンダ丸さんです。いやーありがとうございます。続きまして2位は燃えるゴミゴミな人です。お話し会楽しかったです。なんかこっちが喋りすぎてごめんね。いや全然喋っ、お話し会は喋る会だよ。あとやっぱり顔が好きだし、優しい、ありがとうございます。今日ねお話し会ありがとうございました。ファンクラブ、そうなの、ちょっとシステムはちょっと会員限定ということで、ぜひ会員になってほしい。でも本当に月額580円で会員に なれるので、ちょっと一旦覗いてみてほしい。私のファンクラブ本当に今日めっちゃスタッフさんに褒められたんですよ。ほとんどの機能は使ってて、もうしかもちゃんとファンの方とコミュニケーション取ってて、なんかありがたいとか、なんかめっちゃ褒められました。だからね、しかもなんか多分平均より自分全然めっちゃ使ってるらしいですよ。平均が分からんねんけど、なんかめっちゃ使ってるらしいから喜んでくれました。ぜひぜひ、なんか本当に一回覗いてみてほしいな。逆にうるさすぎて通知オフにされたのをちょっと衝撃でした。今日のお話が聞いて、イエーイ、めっちゃ好きなのにオフにしてるのか。では続きまして1位はサトルさんです。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。本当にファンクラブの入会お待ちしてます。では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 、自分の推しの中でマッチャリンが一番近い距離が近いと思います。私のファンクラブ本当に距離近いよね。逆にうるさすぎて、まあ、男っていう解釈で大丈夫だよね。だから入会お待ちしてます。最後宣伝させてください。 SNS、X、Instagram、TikTok、YouTube ぜひフォローしてください。ショールームも、そしてファンクラブ入会お待ちしてます。あ、今日そう、6月22のことリツイートしたので見てほしいです。しかしか嬉しいお知らせがあります。以上です。皆さん今日もありがとうございました。では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 、また配信します。久しぶりのショールームありがとうございました。ではおやすみなさい。ファンクラブ待ってます。